さん、こんにちは。はい、今日はね、加古テラス裏のね、まあ池のあのハスですね。まあ時々見に来ますけど、まあ以前の新興病院のあったところのね、裏手のハス池ですね。郵便局もあるし、消防署もあるしね。まあ皆さん、ご存知の場所だと思います。丸中さんもあるしね。で、駐車場も広いのでね。で、子供の遊び場が充実してます。コロナがね、建物の中。クーラー効いてるんでね、涼しくて遊べると思いますね。ただまあ、子供連れて行かんと入られへんと思います。私が一人で行ってもね、ちょっと怪しい人やと思われたら、まずい。そこ夏場になったら噴水で出ますけどね。今日はやってないかな。子供の遊びはね。上から見てたら楽しいね、この2階からね、子供が。はい、それで蓮池がね、あれ噴水なくなったのかな。いや、どっかにあるよね、これ向こう。はい、蓮池があります。ずっと向こう側の道走っとってもね、まあちょっとだけ見えるんですけど、ここやったらもうゆっくり見れるんでね。大体しゃべるこれ、レンコン取ったら怒られますから注意してくださいね、はい、地元の関係者以外声悪いんでね。だいぶ広がってますね。葉っぱがでかいね、やっぱ。もう昼頃やからね、ちょっとハスの花もかね。で、なんか写真撮影してる人おるしね。ちょっと咲いてるとこないかな。ここ咲いてるか、ここでしょうか。よいしょ。はい、これね、こんな感じですね。すると向こうか、まあ、大体住宅街に囲まれてるんだけどね、これ。よいしょ。柵がしてあるんで落ちることはないでしょう。ね。よっこいしょ。はい。じゃあもうちょい向こう行ってみます。ちょっとこっちが来たらね。あ、もう咲いてますね。今咲いとるか。まあ消防署近いでね、サイレンの音しますけど。しかし、まあピンクばっかりやね、色は。あの辺もよく咲いとるな。ちょっと見ようか。はい。ちょっと道沿いに近いところが。感じですかね。子供の声が聞こえるな。じゃあちょっとね、子供の遊び場の方に行ってみます。はい、噴水が出ましたね。子供にちゃん連れてきたら喜ばれますよね、あれね。あそこで、あの上から見たらね、面白いんです。子供がね、下手に取って、お母さんもね、こんなええとこあったらいいですよね。この室内も遊べるね、やつが余計ありますからね。はい、まあそんな感じでした。本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。